ねえ目が覚めたら別れた元彼が目の前にいてどんな気分君に一方的に振られた日嫌いだから2週間ぶりくらいかなあれもっとかな君と別れた後しばらく何もできなくなって日にちの感覚なくなっちゃったああそうそう。 おせっかいなやつに君は他のやつともういい感じになってるなんて聞かされたよ君はとても楽しい毎日を送ってたみたいだねあとさ僕と付き合ってる時から他の男と遊びに行ってたんだってそれも聞いちゃった 僕と他の男を天秤にかけてたのねえ。僕の何がいけなかった僕と一緒にいた時の笑顔は全部嘘だったの僕の愛はそんなに価値のないものだっただから僕をないがしろにしたんだよね。君は僕の理想の彼女だと思ってたのにな。 男あさりをするバカな女だったなんてやっぱり人間なんて面倒なだけだねだからね君に僕のお人形さんになってもらおうって思ってここに連れてきたんだ僕可かわいい形が大好きだから君のこともずーっと大事にしてあげられるよねえいい考えでしょう 君は毎日綺麗な服を着て、僕に可愛がられて、煩わしいことから解放されるんだ。素敵でしょなんで首を横に振ってるの <laughs> おバカさんだね。君には拒否する権利なんてないんだよ。だって君は人形なんだから。 今は理解できなくても大丈夫。これからたっぷりと時間はあるからわからせてあげる。<laughs> ね僕って優しいでしょちゃんと聞いてるなんで泣いてるの泣かなくていいんだよ。人形に感情なんていらないんだから。 でもどうせ泣くなら声を出して泣いてほしいな。君の声結構気に入ってるんだ。僕の下で快楽に溺れている声なんて思い出しても続々する。もっともっと快楽に溺れて息もできないくらいに行けばいいのにってずっと思ってた。ん今からしちゃう 思い出したらしたくなっちゃった。これから、いっぱい愛し合おうね。僕をこうしたのは君なんだから、覚悟してね。絶対に逃がさない。